陳明は中国三国時代の呉の武将、丹陽大衆の地位にあった。進むが呉に侵攻し、柴叩く間に、慶州が制圧されると、孫公は、蝶安氏、陳明、孫信羅に命じ、三万の兵を率いて、進む軍を迎撃させた。迎撃方針に関して、蝶皇北岸に渡り、決戦を挑もうとする、蝶安氏に対し、 陳明は牛な儀差に止まりとかしてきた進む軍を叩くべきだと主張したが聞き入れられなかった。進む軍が長江北岸に至ると陳明は青金兵とゴース単の西兵五線を率い、三度に渡って進む軍に攻撃を仕掛けたが打ち破ることができなかった。また、クレ軍が苦戦したため進むの後兵が後方で放棄してしまい、これにより クレ軍は混乱を起きたすことになった。そこへ進む軍の総攻撃を受けたため、ひとたまりもなく壊滅してしまった。陳明キラは、長安氏らとともに、新軍の捕虜となり残首された。著書に臨海水土遺物種がある。同書にある遺衆は、現在の台湾に否定されており、台湾に関する最も古い文献の一つである。小説、三国支援儀では、 呉の左将軍として牛な牛さで、進む軍との決戦に及び、進む召集胸に打ち取られている。随所形跡史集についての記述。エビススは臨海軍の東南に0 0里にあり、土地に、霜や雪がなく、草木も死なない。四方は、山と谷である。人が皆、髪を剃り、耳たぶに穴を開けているが、女性は耳に穴を開けない。土地が肥沃で、 元から五穀が生えていて、また魚肉も多い。犬は尾が短く、ノロの尾みたいである。この異民族のシュート目、子、嫁は一つの大きな寝床で眠り、ほとんどお互いを避けようとしない。土地に、銅鉄があるが、ただ先頭に置いて、鹿の角を矛として使い、マレー成石で矢尻を作る。生の魚肉を取り、大きな瓦木の中に塩を入れ混ぜて蓄え、一ヶ月と、 数日を経て、それをご馳走と思い食べる。ありがとうございます。